アドバンテスト殿、大賀仁社長でございます。
同じく中堅企業賞、今年は2社推薦されました。経済界大賞中堅企業賞、本業をしのぐバイオ部門を育成し見事に成長させました宝酒造株式会社殿、大宮久志さん。3つの企業賞、日本市場を塗り替えましたマイクロソフト株式会社社長、成家誠殿、ありがとうございます。続いて経済界大企業の社会貢献活動を叫び続けました、朝日生命保険会長、若原康之殿、ありがとうございます。今日の中で新宿百貨店戦争の戦いぶりがお見事でした、株式会社伊勢丹社長、小芝和正殿、ありがとうございます。小芝社長は早稲田の28年卒なんですが、アサヒビール株式会社社長、瀬戸雄三殿、ありがとうございます。次にご紹介するのは慶応の担当賞でございます。あれほどの社内改革はオーナーの血でなければできません、株式会社資生堂会長、福原義治殿、ありがとうございます。さあ最後になりました、経済界大賞村むくりのご紹介です。今年はめでたく会長、社長、お二人のコンビに贈られることになりました。ソニー株式会社社長、出井伸之殿。同じく会長、大賀典夫殿。おめでとうございます。どうぞグラフにだけは、表彰の盾をお送りしたいと思います。諸井先生、経済界大賞大賀典夫殿、出井伸之殿、あなた方はソニー株式会社の会長社長という絶妙のコンビで、ソニーグループのハード部門、ソフト部門をともに過去最高収益に導き、文字通り世界最大最強のデジタル AV 機器帝国を築き上げました。特にプレイステーションは1000万台を突破し、映画メン・イン・ブラックはブラックやエアフォース・ワンは500億円以上を稼ぎ出すなど空前の大ヒットを記録しました。よってここに第23回経済界大賞を贈り、長くその栄誉を称えます。平成10年1月14日経済界大賞を贈ります。この日ね、また長谷さんがお送りします。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。なお、グランプリのお二人には副賞として、芝良太郎全集全50巻、賞金50万円がそれぞれに贈られます。ありがとうございます。以上で全10、審査委員会を代表いたしまして、公表申し上げます。1997年度の経済界大賞にはソニーの大賀典夫会長と、出井伸之社長の両氏が選ばれました。その受賞の理由といたしましては、両氏が会長社長という絶妙のコンビ、ソニーグループを過去最高益、最高収益を上げる会社に導き、文字通り世界最大最強のデジタル AV 機器王国を築き
浴びたからであります。特に、プレイステーションは大賀さんが社長時代の何年も秋、秀樹さんが社長になった時に花が開き、なんと1000万台を突破するという快挙を成し遂げました。このようにソニーという会社は、先日亡くなられました井深勝さんと、ただいま病床にある森田明夫さんの名コンビ、今日の流星のもとを作られました。その良き伝統が大賀秀樹コンビにも受け継がれ、世界のソニーと言われるまでに発展してまいりました。金融不安、景気低迷、フィールの瀬戸雄三社長、伊勢丹の小芝和正社長の3人が選ばれました。福原さんは資生堂の社長を10年間やられ、瀬戸さんは樋口博太郎会長からフラワーショーの大河原愛子 JC フルーズ社長と多士再々の顔ぶれが揃いましたが、どうもありがとうございました。
東京新聞で同じコラムを担当したという中でございました。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて大間会長へは島倉千代子さんからお送りいただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。いよいよ表彰式も終盤でございました。それでは僭越ながら受賞者を代表して参加しまして、一言御礼を申し上げたいと思います。実は私は1989年にこの賞をやはり私どもの森田会長と一緒にいただきまして、つまりソニーはいつも二人でないともらえないということになるわけでございますけれども、しかし私はさっきからこれを非常に誇りに思っております。ということは、やはり、大体私どものビジネスというのは、ほとんどが、そのボタンを押してから、それが実るまでに、5年はかかるのが、通例でございます。さっきもお話がございましたが、プレイステーションに、そのボタンを押したのは、1991年の正月ですから、今年で丸7年かかっているわけでして、そのプレイステーションが実はこの12ヶ月で売り上げが6300億を超えるだろうと言われております。つまり私を売り出したのが94年の12月ですから、3年目で売り上げが6300億というのは、おそらく最近の私は社内ベンチャーとしたら最も成功した例ではないかと思って、まあ、これに思っているわけでございますが、まあ、そういうことで、その大体は社長の定年でしっかり決まっておりますので、井出君がこの間、還暦を迎えたということは、彼もあと5年社長が続くわけでして、5年後に渡さなきゃならないということは、今日あたり押すものはですね、井出君の社長自体に実るか実らないかの瀬戸際だろうと思う。つまりそれからはですね、その次の社長に渡していかなければならない。まあ、そういうその非常に私どものそのような息の長いビジネスをやっておりますと、このいかにうまく2人がその二人三脚で歩かないと会社はうまくいかない。その2人がですね、二人三脚がリズムが合わなかったら絶対こういうものはいただけないということだと思うんです。ということで私はこれからもですね、井出君と本当にその二人三脚というのはリズムが合わなかったら両方で転んでしまうわけですので、2人で力を合わせてやっていきますが、ある時になったらまた井出君が同じようにまた次の人にですね、それをやっていって、もらわなければならないということで、この2人で2度もらったということを大変に誇らしく思っておりまして、また半分ずつこれでやって一人前でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしょう、半分ずつです。いや、社長になりましたから早いもので、今年の4月で3年になるんですが、まあ、あまり賞をいただくなんてことは思いもやらずに夢中にやってまいりまして、本当に賞をいただいて本当に光栄で嬉しく思っております。で、まあ、その中でやったことというのはあまり何やったかあまり覚えてないぐらいなんですけど、ただ、まあ、ソニーの中で、まあ、大変その過去を言うと、あれもよくやった、あれもよくやったという成功体験に非常に彩られた会社ですので、まあ、そういうことは忘れて、社内で徹底的な規制緩和と、また規制撤廃というもの、まあ、あるものは、たるときは伝統は、体制派の本体は会長ですので、この規制を緩和撤廃するのはかなり難しいというのもありましたが、幸いコンビネーションからの運営を認められまして、一応本当に大事だということは、今後も果敢に規制撤廃をやっていきたいと思います。おめでとうございました。さあ、皆様、受賞者とともに、佐藤誠一君の記
企画しました。経済界の経済界大賞という、この1年間における日本人の経済、ここにこの日本を来てくださった11名の経済界大賞の受賞者の方、並びにこの選考を出した方、そして来た、ただいま申し上げた企画の佐藤清中主幹、皆さん、皆さんにもこの1年おめでとうございます。合わせてたくさんたくさんのおめでとうを思い出して、ビールの杯をかぶっていると思います。ご賞賛のほどおめでとうございます。乾杯！乾杯！小山様、ありがとうございます。こんにちは。